あ、私は一貫して、あの、ベストミックスです。ベストミックス。どういうことかというと、原発を含めて、うん、いろんな形での、はい、その電力っていうものを、担保する現実的方策を探れっていう、はい、こういう考え方です。はい。あの、収束宣言するのは自民党は撤回しました。はい。ね、内閣はね、当然だと思いますけども。それで伺いたいのは、中間処理施設だとか、最終処分場だとかね、つまり、核のゴミというようなものをですね。で、それお手洗いのないマンションということですね。よく言われますよね。で、それをね、例えば、アメリカも、あの、今、新しい原発作っちゃいけないっていうことになったんですよね。はい、その処分場が決まるまでは。で、世界中、例えば、ロシアなんかは、あれなんか、ほったらかしなんですか？ほったらかしって言うと変ですけども。ロシアはあんまり説明してないんですけども、あの、核実験であるとか、あるいは原子炉とかはですね、基本的には、うんと北の方の、あの、北極圏に近いノーバヤ・ゼムリアとか、ああいうような島に投げたままにしてますね。アメリカは、あの、ユッカマウンテンというあのネバダ州のあれにやるって言っといたのを、オバマさんはそれを撤回しちゃいまして、はい、でその後どこで何してるのか分かんないんですけど、どんな流れになってるんですかね。アメリカの方全く決まってないと思いますよ。決まってない。要するにその砂漠地帯っていうのは、アメリカの先住民たちの、あの住んでいる地域ですから、その関係の政治的に、このアメリカの先住民の権利を非常に重視するっていう方向を、オバマ政権出してますから、なかなかできないんだと思うんです。なるほど。あの、フィンランドのユンカロというのが2020年にどの子のって、それあそこだけですね、今のところ。ね、言われてますけど。あそこの深い穴を掘って、そこでガラスで固めてっていうことですね。300メーター地下だとね、はい。で、そういうことからね、全体こう眺めると、日本も同じ、アメリカも同じ、ソ連も、ロシアも同じ、世界共通の悩み抱えてて、で、原発はやっぱり推進になっちゃってるわけですよね。あともう一つ、考えないといけないことはですね、テロなんですよ。テロね。はいはいはい。じゃあ日本の中にこの最終修理場を仮に作るとすると、まずそれに対しては住民の反対はそれ当然あると、それからあと技術的にですよね、ほとんどどこ行っても活炭素ありますよね、はいはいはい、そういうところに作れるのかってことは、その2つをクリアしたとしてもなおかつテロに対応できるかと、テロリストが入ってくる、それで重武装したテロリストが入ってくる、そしてこの使用済み燃料を奪おうとしたときに、今日本はそれを守れる体制があるのかと、空からの攻撃なんて非常に不安なんですよ、空からの攻撃でも海からの攻撃でも、それこそ、あのアルジェリアのイナメナスで起きたああいうようなことっていうのが原発施設、あるいはこの、処理施設起きた場合対応できるのかと。フランスなんかどうしてるんですか、フランス。フランスの場合は、でも最終処理場はないですからね。あれで、軍隊警備してますよ。あれだけ原発多いですよね。はい。軍隊警備してますよ。そこのところは。物々しいですか。物々しいです、非常に。空からも大丈夫なんですか。空からも、体制は取ってますね。ですから、できる、技術的にできる形で、ありとあらゆる、方向での、その防衛やってます。これ、ロシアもそうです。そこでね、佐藤さんね、あの世界中の情報に詳しくて、そして先見性も非常にね、高いその佐藤勝さんのその頭脳でですね、最終的にね、この地球上の、いわゆるその原発から出るね、核のね、あのゴミのね、最終処分というのね、どこにどういう方法でどうやったらいいかっていう。これまず基準を作んなきゃいけないわけですね。基準。はい。その時重要なのは、まずその活断層とか地震とか、こういったことで技術的にあの危険がないっていうこと。それからテロ対策ですよね、はい、でそういうことになると私が知っている中で現実的だと考えられるのは、やっぱりロシアですよ。ロシア、ロシアの本当に北極圏のあたりのところですね、ほうほうほう。それで300キロぐらいに誰も住んでないと、周辺300キロも、はい、そういったようなところに深く穴を掘って、それでガラスで固める技術、あるいは日本はその辺の技術は、はい、作れますからね、はい、そうすると日露が提携して、その世界的なスタンダードにおいて、ロシア日露スタンダードっていうのを作っちゃったりと思うんですね。そこでの鍵になるのは、これ国際的にいや日本じゃ住民受け入れませんと、それはどこの国の住民だって受け入れないと、それから日本には活断層ありますと、じゃあ原発入れるんだと、こういう議論になって自分のことは自分で処理しなさいっていうことになるんで、そういう理由じゃなくて、世界的規模で見た場合に、テロとの戦いっていう観点からして、現実的にできるところがやるべきで、そのスタンダードを作るべきじゃないかと、
こういうような議論をプーチンさんとしたらいいと思うんですね。国際的に。もアメリカは、うん、要するに、アメリカの、これはもともと出した燃料ですから、それはアメリカのものだっていうことで、しかしアメリカ引き取ってくれないってわけですよね。アメリカともきちんと話しなきゃいけないんですけどね。ですから新しい国際基準を作らないと、はい、この問題処理できないんですよ。